こんにちは、ゆっくりマリサです。こんにちは、ゆっくり霊夢です。2月に釧路で C11 撮影したのに、やっと今になって出してきたんだ。そうなんだよ、釧路の特集やる時まで待っていたんだよ。冬の出現号だけじゃ、視聴者様に飽きられちゃうから。ボケは進行しているようだけど、マーケティングはしっかりやっているのね。それと、そもそも釧路は C11 が本場というわけではなかったから。というと C58 のイメージだと言いたいわけ？もちろん C58 だけど、北海道の特急ツバメだった急行マリモの D60 とか、炭鉱の鉄道の機関車たちだな。54ね。この釧路川は釧網本線と根室本線どちらも通るから、マリサにはぴったりの撮影地ね。今日は昔の釧路の鉄道情景を今冬に走る C11 とダブらせながら紹介したいぜ。面白いかわからないんだけど、ゆっくりしていってね。函館からの長距離急行列車マリモは最終走車が D60 の10連だった。釧路に向けて最後の立行の姿だね。急行マリモは後年函館本線の山線を C60 に10連が用いられたことで有名だよね。うん、写真は C62 の急行ニセコだけどね。この D60 10連マリモの頃は函館本線は D51 だよ。牛さんがいるわ。太平洋が見えてくると釧路はもうすぐだよ。タヌキかな？お花も綺麗だけど、よく見るとすごい場所だわ。このマリモが走ってきた、滝川から富良野を通って刈勝峠を越えて新徳に来るルートは来年3月に廃止されちゃうんだよ。富良野と新徳の間でしょう？赤小線ができちゃったから仕方ないね。地図を見ると函館から滝川経由で釧路や根室に行くのはかなり遠回りだよね。急行マリモはこの赤い線路を通って釧路に来たんだ。さあ、釧路に到着したよ。朝の7時55分だ。函館から16時間35分という瞬速でマリモは北海道の看板列車だったんだよ。新函館北斗駅から釧路だと、特急北斗と特急大空で6時間46分で行けるんだ。南千歳で乗り換えになるけど。それくらいだと許容範囲かな。函館からだと釧路へ直行便の飛行機はないしね。今、飛行機で一番早く釧路に到着するのが丘珠からの8時55分、羽田からだと10時だから、急行マリモの到着時間は釧路での活動時間に無駄がないと言えるね。そりゃあ、そうだけど、全泊できるでしょ？マリモには寝台もあるよ。これが今の釧路駅前だよ。寂れたと揶揄される釧路駅だけど、北海道の産業の中心地の一つであることには変わりはないよ。そのあたりが先週の稚内と違うところかな。ただ、鉄道は、もうこれ以上減らせないだろうというぐらいの本数だし、釧路から根室の区間がどうなるのかもわからない。釧路には日本で唯一海底を掘り進む石炭鉱山もあるよね。よく知っていたな。急行マリモは86によって車両区に戻っていくね。後ろの貨物の量がすごいね。今はコンテナと滝ばかりだもんね。ワフもないし。オリジナルでキャブ下が S 字カーブしている8634が入れ替えしている。大正4年の大正天皇の即位御大礼の時のお召し。上に出てきたのは同じく S 字カーブを持つ平野号8660だね。平野ワイヤタンク装着分だけランボードを上にずらしている。キャブが釧路の86より短くなっている。屋根の高さは変えられないからキャブを切ったんだな。多めの1号機の8620は平と同じタイプだよ。あ、霊夢急がないと、C11 が発車しちゃうぞ。釧路側までタクシーだ。来たわよ。昨日と打って変わって気温が高くて、川面の氷結がどんどん溶けているな。本物ぽくって言って絶賛しているよね。うん、石炭の匂いを除いたら本物。釧路駅に戻ってきたよ。さあ、これから炭鉱鉄道の金剛列車の旅だよ。8700型はノースブリティッシュロコモーティブから輸入した12両を汽車会社がデッドコピーした 2C0 の10ホイーラーだ。 2C0 は日本じゃ珍しいね。86と同じような車歴だからそれほど年季が入っているわけではないよ。
これは一体どこの施設なの？以前も紹介した釧路の湧別炭鉱の鉄道だ。サラリーマン、学生たち、工員さん様々な人で混んでいるね。とび職風の人が赤ちゃんを担いでいる。これはポイントは後ろの那覇15。国鉄払い下げのスハ219115だよ。なんか珍しいのかな？あ、わかった。三軸台車じゃないのトラスも貼ってあるね。そうだよ。もともと鉄道省の二等食堂車だったんだ。気がついて後ろの客車に乗った人はいないだろうけどね。これが最終編成だね。これは鳥取信号所。ここから不等線が分岐するよ。後年有鉄昭和駅と改名されたようだね。釧路市昭和町三丁目にある中古車屋さんの敷地が現在の駅だよ。釧路のど真ん中でも70年近く前はのんびりした風景なんだね。途中のウンネピラ駅で1001と交換だよ。形式プレートには C56 とあるね。三菱に自社発注した C56 だったね。あ、マリサ、見て見て。馬さんがいるよ。本当だ。馬車だよ。この頃は東京でも馬さんがいて、馬糞が嫌いだったよ。でも馬糞を踏むと足が速くなるって言われて、運動会の前は、学生たちみんな馬糞を踏んづけていたよ。それって、マリサの妄想？終点の丹山駅の機関区にお邪魔して、機関車を眺めたよ。詳しい湧別の機関車たちは上の動画に詳しいのでぜひご覧くださいね。この後はどうしたの？摩周湖に行こうと思っているんだけど、ここからじゃあ釧路湿原を東に突っ切るしかないから不可能。結局釧路に戻った。帰りは C11 だったんだね。そうだよ。湧別で使われた C11 が今東武鉄道で C11123 号で復活した。山田コレクションの一つだった。そうなんだ。ところで帰りの客車は JR 北の車両によく似ているねー。霊夢も知識が増えたから、本物を使わないと突っ込まれるようになったよ。もうすぐ写真1枚から動画作れるようになるからそれまでの辛抱だよ。知らないけど。霊夢は関西人かい？C11 やってきたね。寒そうだねー。釧路湿原の真ん中にある東路駅だね。14系客車に混じって、2両目に84旧型客車があるんだよ。急行にセコに使われていたやつがオリジナルだったね。C62 にセコにも使われたよ。釧路湿原で忘れちゃならないのは、単調ズルだよ。人見知りもあまりしなくなって、平気で私の前を歩いている。餌をもらいに行くのかな？茅沼駅は単調ズルがやってくる駅で SL ブームの時代から有名だったな。機関車も驚かせないよう汽笛を鳴らさないよ。単調ズルって遠目では綺麗だけど、近くで見るとすごいでかいんだね。霊夢は鳥類が苦手か？ここが標茶駅。根室本線アットコ駅と根室標別に行く C11 が走る標別線の発着駅。昔は機関区もあったけど、電車台含めすっかり綺麗になくなっているよ。標別線って平成元年になくなっているんだ。もう30年以上前のことなんだ。とても長い線だったけど、撮影に行ったことはなかったよ。さっきの馬車の馬さんのような息遣いだわ。石炭の質がいいんだろうね。あまり匂いがしないんだよ。標茶駅で佇む C58413 号機だ。標茶からはこの C58 に乗って、川湯温泉まで行くよ。川湯温泉って、箱根の大涌谷みたいな洋の温泉でしょ？お肌すべすべになるから霊夢も行きたいな。霊夢、何勘違いしてんの？川湯緑の間に釧網本線最大の難所である峠があるんだ。特に名前があるわけじゃないけどね。それを見に行くんだよ。まあ、せっかくだから摩周湖を見たけどね。なんか自分だけずるいね。二つの進行局の境のトンネルをサミットとして、峠があるんだよ。稚内の時もあったけど、北海道の振興局って何よ？道の経済圏で分けた行政区域だよ。昔の市長と同じで、道の特務機関がそれぞれ置かれている。
この峠を越える C58-418 と後ろに見えるだろう？ホキだよ。うん、なかなかいい場所だね。でも夏になったり、吹雪になったり今日の動画は大変だね。418号機はこの後北見機関区に転出して北見最後の蒸気機関車になったんだ。大阪で保存されたけど、結局解体されたんだよ。後ろの山が綺麗だね。あ、あれこそが川湯温泉の源泉の後さぬぷり、別名硫黄山だよ。川湯温泉はここで採れる硫黄を求めてやってきた、作業員たちの癒しの場が始まりだった。これが硫黄山。箱根の地獄谷にそっくりだろう？ねえねえマリサ、大涌谷と同じように硫黄山でも黒卵売っているの？良い質問だ。温泉卵はあるけど、黒卵はないんだよ。あら、残念。次回食べたかったのに。釧網本線だと、流氷や原生花園があるね。うん、あちらは網走県内だから、別の時に回したい。今日の釧路を中心とした動画はいかがだったでしょうか？私は元気な C11 の姿や雪景色を見られて楽しかったし、湧別鉄道の未公開写真を見れてよかったよ。でもカラーレタッチはまだまだ研究してね。そうだな。もっと精進するよ。それでは C11 の木回しの姿を見ながら今日は終了です。ご視聴いただきありがとうございます。また見に来てくださいね。いつもご視聴いただきありがとうございます。サブチャンネルもぜひ見てくださいね。あちらも力を入れています。